はいどうも、バッチオです。えー、今日はね、ものすごい久しぶりになるんだけど、えー、ユタボンの話題をやっていこうと思います。えー、少年革命会ユタボンくんね。あの、ボクシングの試合に出て、えー、負けたっていうニュースが一応飛び込んできたんですね。で、それでツイッターで、なんか試合のフル尺の映像をね、えあ、ー、げてる人がいたんで、えー、試合見てみました。 あのー、いや、ニュースのないで言うと、なんか乾杯ってなってたんだけど、だからボッコボコにされたんかなって思ってたんだけど、ゆたボんくん意外と頑張ってましたね。あのー、いや、まあ、判定にすりゃ負けは負けだと思いますよ。まあでも、僕が思ってたよりは頑張ってました。うん。あのー、いいんじゃないですかま,まあ、ボクシング続けるんだったら続けていただければと思います。 まあ僕はね、あの、ゆたぼんくんのアンチなんで、まあ実際にはパパのアンチなんだけど、まあでも、ゆたぼんくんが言ってるなんやかんやに反応して今までも動画つく、つ、作ってきたんで、一応ね、ゆたぼんくんのアンチという立場なんですけど、えー、<laughs> でね、あのー、 まあ、ボクシングの試合内容としては、ま、あ正直、ね、あの、微妙だよ。あの、やっぱ中学生と中学生の試合だからね。でも、やっぱ、あの、勝った相手の選手の方が、あの、しっかりしてるかなーっていう。で、まあ、身長もあってリーチもあるっていうのもあって、ゆたもんくんは常にやりにくそうでしたね。あの、低い姿勢で飛び込んで、まあ、戦いを挑むんだけど、それでも、 相手選手の方が手数が多いんですよね。まあ、というのもあって、なかなか近づけず、有効打も当てれずということで。まあね、完敗なんだけど、うん、まあよく頑張った方だと思います。あの、正直、こうなるだろうと思ってたんですよね。だから、うん、あの、倒れなかったら、まあね、あの、グローブ、ね、だいぶやわい、やわいグローブつく使ってるだろうから、あれだけど。 あの倒れなかっただけでも偉いかなっていう。で、一方的に殴られるんじゃなくて、ちゃんと自分でも向かっていったっていうところも偉いなとは思って、まあちょっとね、あの子供を見る優しいおじさんの目で <laughs>、ちょっと試合は見てしまいました。でね、うん。で、ユタボンんがね、その後マイクパフォーマンスみたいなことをやって、まあ、あの、 え全力で、学校へ行かなくても全力で頑張ればリングに上がれるみたいなことを言ってたんですね。あ、リングに上がれるなのあの、勝てるとかじゃなくて、リングに上がれるなんだ。<laughs> あの、別にそれ全力でやらなくてもリングには上がれるんですけどね。あの、正直ね。あのー、 ね、マッチメイクを誰が組んでくれるかは知らないですけど <laughs>、あのー、別に子供が全力を出さなくても、リングに上がること自体は可能だと思うんですけどね、まあその辺どういう風に思ってんのかなっていうのを <laughs>、えー、ちょっと思いました。あのー、いや、結局その子供の道楽のうちはいいと思うんですよね。あのー、それが工業的な、 ま、今回どういう、ね、あの、試合なのかはわかんないけど、その、ね、プロとしてやってくっていう話じゃないんだったら、ま、全力で頑張れば、えー、リングに上がれる、うん、いいんじゃねえかな、とは思うんですけど、まあ、実際問題、その、 ね、これから社会に、まあ学生を辞めて、ゆたぼんくん高校行くか行かないか知らないけど、まあ僕はね、正直高校に行くんじゃねえかと思ってんだけど、あの、実は。 あの、実は高校進学で学校行かなくても進学できるみたいなことを言い始めるんじゃないかなと、あの、勝手に思ってる人なんですけど、まあ、そのね、仮にね、15歳から、えー、社会人としてやっていくっていう話になった時に、あのー、ね、リングに上がれるだけで大丈夫なのかなあのー、当然ね、 あのよく頑張りましたみたいな評価は社会に出れば通用しないんですよね。あのー、結果が求められます。あのー、頑張ってる過程とかね、あのー、そのニュース、ね、あのニュース記事にもあったけど、えー、毎朝8キロのランニングと、えー、 ボクシングジムを午前と午後とで2軒掛け持ちしてやってるらしいっすよ、ユタボンくん。まあこの試合に向けて頑張ってたらしいっすよ。えー、まあ俺は正直、その、毎朝8キロ走ってるってのは嘘だと思ってるんですけどね。あのー、逆に言うとさ、あのユタボンスタディ号で日本一周してたとき、 ゆたぼんくん、何ヶ月か、えー、っと、7月ぐらいだったっけスタート。7月スタートで11月ぐらいまで、4ヶ月ぐらい、えー、日本一周をしてたと思うんですけど、えー、その間、ゆたぼんくんが、えー、旅先でロードワークをしてました、みたいなツイートとか、一切見たことないんだよね。あのー、 ユタボンスタディー号がここに止まってたみたいなツイートはよくね、あのー、ツイッターでも見かけて写真は上がってたりするんだけど、あな,んかなんか変なやんちゃな止め方してるところがね、あのーい、いろんなところで、ね、目撃されたりはしてたけど、じゃあそのユタボンんが、えー、ロードワークしてましたみたいなツイートは一切見たことないんだよね。だから俺 ね、8キロ走ってるもう嘘じゃねえかなと思っててまあ8キロってさまあ実際問題あの普通に走ろうと思ったらねジョギングよりちょっと早いレベルぐらいのペースで走ったら30分ぐらいかかると思うんだよねあのジョギングぐらいのレベルだったらもうちょっとかかると思うんだけどどうだろうあの3キロ1 0分ぐらいだと思うんだけどあのまあ普通にスポーツをやってる まあ、ちょっとやってますぐらいの人だとね。まあ、8キロ乾燥す、ちゃんと乾燥するっていう計算でそのぐらいだと思うから、まあ、だいたい30分ぐらいじゃねえかなと僕は思ってんだけど、うん。えー、そんな、走、そんだけユタフォン君が走ってると俺は思ってない。で、そんまあ、その、ジムとかで運動するのをトータルすれば30分ぐらいは走ってるだろうけど、当然のことながら。 えー、そんな単純な地道な努力をね、ユタボンくんがしているとは思えないんだよね。まあ、うん。そんなこと言いながら、実際、あの、思ってなかったんだけど、動き、そこそこ良かったから、あ、ゆたぶくん頑張ってんだって結構、結構俺の中で好感度、あの、 上がった感じになったんだけどねあのもうちょっと動けてないと思ってたしもうちょっとボッコボコにされると思ってました、えー、これはちょっとユタボンくんの見方を変えなきゃいけないでもねやっぱさっきも言ったみたいに、えー、これからは、えー、ユタボンくんは、まあ、あとね1年,ぐる1年は、えー、学生生活を満喫できるわけだけど卒業して学生じゃなくなったらもう本当に、えー 結果を求められる世界なんですよねね、まあ、当然ね今までも YouTuber として結果を求められて,てきたと思うんだけど、えー、まあでも YouTuber としてって別に結果が出なくても動画を上げ続ければ見る人はいて、えー、それでねあのお金は稼げるっていうのがあるんですよ。 で、自分がなんかすごいことやらなくてもね、まあ、ちょっとしたね、あの、釣りサムネをね、用意すればね、人がわさわさっと来て、ね、それで数千円儲かるみたいなことはできるわけで。えー、社会人になったらそんなことは、一切通用しませんということになりますけど、ね、で、その、ね、その社会人になったら、その、 ね、結果が求められるっていうののその事前の練習として学校というものはまあ存在するっていうところもあるわけじゃないですか。あのー、社会性をね誰その、ね、人との付き合い方とかそういうものを学んだりとかさ別に国語算数理科社会とか、えー、そういうものを学ぶためだけに学校があるわけではないですからね。 まあ、ゆたぼんくんは一応、あの、ね、早いとこ、ね、あの、いろいろな人に会って、えまあ、いろんな経験をしているから、一応その学校で得られなかった経験もしてるとは思うんですけど、でも学校でしか得られないような、何かその、ね、その、 みんなに合わせなきゃいけないとか、えー、そういうことがね、えー、僕には苦手なような気がしてならないんだけど、まあ実際そういうのが苦手そうだったから学校に行かなくなったっていう、えー、ところはあるとは思うんですよね。で、まあそういう感じの人間が、えー、社会でやっていけないというのは、まあうちの会社、自分とこの、あのね、うちの会社ってのは生活保護一歩手前の人間が、 働いてるような会社なんで、えー、そういうところで働いてる人間を見ればまあ分かるんですよ正直ねあのー、通用しないんですよねその社会で、えー、社会で通用しなくなって、えー、どこにも行き場がなくなった人間が、えー、自分が働いてる会社みたいなところに来る、えー、それで、えー、まあ特に一生懸命するでもなく <laughs> 他、自分ができないことを人のせいにして、えー、それで、まあ、特に成長することもなくというか、ね、もうその頃には堕落した生活が続いて、もうなんともならなく、体が動かなくなってたりとかね、そういうやつが多いんですけど、まあ、ゆたぼんくんはその心配はないのかな、今んとこ、ね、スポーツマンだからね <laughs>。だけど、本当に、 今からでも学校は行っといた方がいいんじゃないのかな。その別に個人事業主としてやっていくから必要ないですみたいなこともねあるかもしれないけどもうその少年革命家じゃなくなったユタボン君を、えー、一人の人間として見てくれる人っていうのはだん,だん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 少なくなっていくと思うんだけどね。えー 例えば、ボクサーとしてユタボン君を見るとかさ、<laughs> っていう話になると、まあ言っちゃえば、ね、相手強かったけど、今回も完敗だったわけじゃないですか。なかなか見れないし、YouTuber としてっていう話になったら、ユタボン君よりも上ってのは山ほどいるわけよ。それは俺みたいなゴミみたいなユーチューバーだけじゃないからね。あの <laughs> <laughs> うん、だからその、小学生とか中学生とかいうプレミアがついてる状態で、えー、今15万人ぐらいなのかな、YouTube チャンネルの登録者は、えー、そこまでしか行けてないっていうことで、あのー、いや、それも立派なことなんだけど、立派なことだよ、うん、だけど、もう過去にものすごいバズり方をしてた人が、 えー、そのぐらいで停滞しているということを考えると、えー、今後、えー、肩書きがなくなったユタボン君は結構厳しいんじゃねえかなと僕は思ってるんですけどね。まあそれこそ昔、あの、天才子役がね、あのー、中学高校と、えー、変成期が来たりして、えー、全然活躍しなくなっていく様ってのはね、 まあ何十年も生きてる人からすればね、当たり前のように見てきた話だけど、まあゆたぼんくんもそういう風になってくんじゃないかな。まあ最近の子役の子はね、なんか割と変成期超えたりとか、なんか成人するぐらいまでね、結構メディアに出たりとかするんだけど、まあだけど昔とね、昭和とか平成の初めの頃の、ね、天才子役さんたちはもうみんな消えてく、 まあそれこそあれだよねあの三馬大先生とか出てた子たちはなんか意外とねあの各方面から出てきたり <laughs> 再浮上してきたりして逆にドン引きするぐらいすごかったりするけどでも役者で出てた子たちでねずっとね一線級でいるのってそれこそ足立由美ぐらいだからね <laughs> っていうことを考えるとねまあユタボンくんがえ今後まあ埋没していかないこと,ことを言 祈るばかりですなぜかっていうと、埋没されると僕もネタにしづらくなって、あのー、マジで笑えない状況になって、だってマジで笑えない状況になったら僕ネタにできないじゃないですか。アンチだって言って、ね、あの、全然もう、ニッチもサッチもいかない人間、叩くような人間にはなりたくないからさ。 ま、ゆたぼんくんはまだね、あの、望みのあるタイプの人間だから、その、まだ活躍できるから、アンチしがいもあるじゃないですか。っていうことで、え俺が、今後も、あと何年か、アンチ活動できるように、頑張ってくださいよ、ゆたぼんくん。っていうことで、終わりにしたいと思います。以上、パチュアでした。バイバイ。